リラジ中田敦彦氏。中田で笑うのって結構知性がいるからね。俺を面白いと思わないって、ドストエフスキー読めないと一緒だから、後世恥かくよ。こっそり編集して削除、がネットで話題。内容はこちら。オリラジ中田氏の松本人志批判とは別の主張に注目が集まっているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。オリエンタルラジオ中田敦彦40が自身の YouTube チャンネルでダウンタウンの松本人志59を痛烈批判し波紋を呼んでいるが、実は本筋とは別の主張にも注目が集まっている。約44分にわたる今回の動画。中田はその最後の締めくくりで次のような発言をしている。あとですね、中田で笑ったことねえからお前が何を言おうが響かねえとかそういう人もいるんですよ。それがね、中田で笑ったことあるかないかの問題で言うと、中田で笑うのって結構知性いるからね。言いたくないんだけど、俺ドストエフスキー面白いと思ったことないんだよねとか、モーツワルトで乗ったことないんだよねみたいな感じで、あんま言わない方がいいよ、かっこ笑い。中田を面白いと思わないって、ドストエフスキー読めないとか、モーツワルトがわからないのと一緒だから。後世恥かくから。知性が必要なんだよな、中田で笑うのは。自分の笑いを理解するには知性が必要と言った上に、アンパンマンまで引き合いに出して発言は加速する。だから、皆さんにもうちょっとわかりやすいもので笑ってたらいいんじゃないかなって俺は思うんだけど。でも、それは好みの問題じゃん。アンパンマン面白いっていう子もいればさ、ドストエフスキー面白い人もいるし、どっちがってないわけよ。だけど、全部アンパンマンカラーになると嫌じゃない？だから減らした方がいいんじゃないかなって思うわけ。アンパンマンの層もあれば、ドストエフスキーの層があってもいいじゃないっていうことなのよ。自分の笑いを高尚なドストエフスキーに例えた中田の大胆発言に、ネットがすぐさま反応した。現在、中田の同動画では、ドストエフスキーに関する発言は削除され、前後をつなげる形で編集されている。パーフェクトヒューマンも自制することがあるようだ。自分に酔いすぎでしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。どう見てもお笑いに向いていない。ちょっとした成功はあるけど、そんなちょっとの成功体験が忘れられない。ちっちゃいな中田。一時期のお笑いブームに乗った俺すげえ、俺天才キャラってことごとく傲慢承認欲求モンスターと化してる気がしなくもないんだよな。自信があるなら堂々としてりゃいいのに、こっそり削除してしまうところは、やはり小物界の大物だな。散々、権威としての松本人志を批判してきて、最後は権威を借りて自分を上げするとこが小物らしくて好き。確かに小さいですね。だから松本氏に、対して見向きもされないんですよ。次はこちら。削除すんな。ここあるのとないのじゃ、全然動画の印象違うのよ。削除までの流れは面白いぞ。ギャグかと思ってたけど消しちゃったか。消さなければ冗談で済んだのに、本気で言ってたんだな。都合が悪けりゃ即削除。あっちゃんかっこいい。こんなかっこ悪いやつ初めて見た。あそこまで言い切った発言の削除はかっこ悪いですよね。次はこちら。よくそんなことを恥ずかしげもなく言えるなわら。自分で言ってて恥ずかしくならないのかな。文学なんて人それぞれで答えはない。そこをマウント取るのは違うと思う。もはや中田さんは過去の芸能人なんだなと思った。YouTuber として成功してるのになんでいきり散らしちゃうの。じゃああれかい？世にいる売れない芸人みんなドストエフスキーなのかい？今回のことを武勇伝にしてネタにすれば、わらわらわら。なんだか中田氏を見ていると、お笑い界への未練を感じざるを得ません。最後はこちら。中田で笑うのは、知性が必要。そもそも君、中田は、何している人なの？ただ需要がないから、必死で YouTube を上げてる笑えない人。まあ、
人を笑わせると人に笑われるの区別のつかない恥性、あるいは知性の持ち主と思われている模様。イタリアツコントとしては面白いよ。わっちゃん、さすがパーフェクトヒューマン。知性が必要な笑いって一体どんな笑いなのでしょうね。結論、中田氏の今回の騒動は炎上としては成功していますが、一芸人として一人としては失敗していると思います。中田氏は自分の笑いを交渉などストエフスキーに例え、中田で笑うのって結構知性がいると豪語していますが、そんな中田氏の発言を聞いているとなんだかウーマン村本氏と似たものを感じざるを得ません。自分で自分を偉人のように見せることで自身を鼓舞することは別に自由だと思うのですが、それを他人に誇示するのはどうかと思います。まあしかし、その発言はすでに削除されているようですが、時すでに遅し。これでまた中田氏のイメージが悪くなることは確実でしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。